き笑おう。誰が椅子に着るか釣り糸垂れて、一世一代の賭けこの勝負の末を。私今年23歳、大学を卒業して大高博物館の首席管理員に採用されました。そんな私の将来は輝かしく明るく美しく、はあ、もう思いつかないな。もしもし館長さん。りょうちゃん、最近どう？博物館の仕事はやっていけそうかな？楽ちんだろ。楽ですか？今夜はちょっと頑張ってもらって、明日の展覧会に出される真の文物を整理してきれいに拭いて展示に備えてくれたまえ。でもじゃない、君は経過大学歴史学部の優等生なんだから、これぐらいできないわけがないだろう。途中で何かあったらどうなるか分かる。でも博物館のこの文物ってまだ。じゃあ夜中まで働けばいいさ。若いんだから一晩くらい寝なくても大丈夫だ。それじゃ。博物館の文物を置いといて自分だけの考古の研究するなんてケチだし、お金ないし何の得にもならないじゃん。疲れた、帰りたい、眠い。え、これは金字帳模様の箱なの？本物だったらめっちゃついてるじゃん。このボタンは何？え、これ QR コードじゃん。スキャンしてみようかな。あれ、どうしたの私？まだ人生を堪能したい。まだ死にたくないよ。ソタッキ、師匠の命令に従い貴様の命を取りに来た。罪を認めろ。たかが方針棒だけで私を倒せると思ってるの？貴様、喰らえ。またどこからのあやかしだ。俺と顔が同じ。ダッキの援軍か？くらえ。え、俺の霊力は？うわ、これって鏡の中の私？でもなんで話せるんだろう。あとあちこち光ってるし、服装も昔のものだし、どう見てもこれ SF 小説の世界だな。やっぱり夢の中か。そんな無防備に立ってていいの？おそらくあの太一の技だろうね。おいじゃないよ、私は。私は
名前なんかどうでもいい。今は命が大切だ。さっさと戦えよ。一体どういうことですか？まずはここから逃げてから聞けよ。どうすればいいんですか？私、できません。簡単だよ。深呼吸して、力を握ってる宝器に注いで。お肉を食べているのに、狐に取られたと想像してみて。な、ムカつくだろ？確かに、ムカつく。じゃあその怒りを釣竿に集めて前に向けて投げればいいんだ。骨董品に変えてもいいですか？もう時間がない。言う通りにして。あ、すごい。これもハイテク？やるじゃん。宝術カードすごいだろ。今回は俺がやってやる。くらえ。気をつけて。慌てないで。まだそこまで追われてない。あの女、召喚術を使えるとは。ふん、これくらいの技で倒れないぜ。お任せします。こんな時は雷爆カードを使ってダメージを与えるだけではなく、十字範囲内の召喚ユニットも駆除できるから。そうだ、もし手元の宝術カードから青色の光が出たら、それはボーナス効果を出せるという合図なんだ。勝利の鍵にもなるから、よく見ておくんだぞ。よく見てよ。一回しか見せないからな。うん、やるじゃん。前より俺っぽくなったな。さあ、一気にやってしまおうぜ。そんな褒め方、ちっとも嬉しくないんですけど。何者だ？世の王妃を困らせてるのは誰じゃ？その腕前、見せてもらおう。そう、やっぱりいつものやり方ではダッキに勝てない。そろそろ必殺技を使ってみよう。必殺技？本に書かれているみたいに突然悟って一気に敵を倒す的なことですか？君が十分に強ければできるさ。仙人は各自必殺技を持ってるんだ。それを使うには戦いの中で元気を貯めなければならない。あと元気宝術カードは元気の回復を促し、より早く必殺技を使えるんだ。早速やってみよう。信じられない。この世には仙人って本当に存在するんですか？当たり前だ。どうやら技の使い方は覚えたようだな。じゃあ私の必殺技は何でしょう？よっしゃ、元気満タン。ちょっぴり懲らしめてやろうかな。向かうところ敵なし。
死が死宿、お力添えします。死がって誰？え、死宿、どうしました？ナタク、こっちだ。長い話になるけど、この話はまず置いといて、よく来たな。早く千人砲術を使って。なんかすごそう。でも私たちと何か関係ありますか？当たり前だ。砲術カードは参戦する千人のために特別に作られて、千人の戦闘力を最大限に発揮させるんだ。ナタクの千人砲術は海騒ぎだ。これでナタクを戦場の指定された位置に置くことができる。そして元気も少し回復させるんだ。さあ、その威力を見せてやれ。荒れ狂う波。成功しました。倒れた。そんな、まだ精神力が肉体の消耗に追いつけないためかも。今です、行きましょう。やるじゃない。でも私の支柱からは逃れられないわ。あの子らを解放してあげましょう。その中に潜り込んで何者か探ってみましょう。かしこまりました。待ってください。おめでとうございます。
出動者に降伏するようにシフに言われたが、どういうことだろう。なんだろう、このおかしな世界は。縁の鎧、向かうところ敵なし。
っ